でやっぱりね、毎日こう練習しててね、楽しくないとね、だんだんね触らなくなっちゃうんだよね。うん、腕の力も多少はいりますよ。だけどある程度弾きやすいギターをね使うと、そんなに力入れなくてもね、まあまあの音は出るんですよね。最近のギター結構作りがいいですからね。悩まれてる方がね、結構多いんじゃないかなってことでね、伸びない、音が伸びないとかね、押さえてるつもりなんだけどなんかポコポコしちゃうとかね、音が詰まった感じになってこうキラッとした音が出ないとかね、まあいろいろ悩まれてると思うんですけど、はい、どうもこんにちは。今回もですね、アコギに関するちょっとお話なんですけど、ちょっと前にね、ブログの方に、ギター初心者さんのね、この腕がねなかなか上達しない理由っていうか原因っていうかな、そのことについてね書いたんですけど、まあ押さえ方とかね練習方法いろいろあると思うんですけど、案外ねギターそのものにね原因があることってね多いんだよっていうことをね書いたんですよ。でその検索でね、結構早めに引っかかるっていうのもあるんだけど、そのページに関してね、かなり、アクセスがね多いもんですから、やっぱその悩まれてる方がね、結構多いんじゃないかなってことでね、で弾いててね、ちょっと抑え練習してんだけどなかなかいい音が出ないとかね、なんていうかな、こう伸びない、音が伸びないとかね、まあこれはちょっとね今ピックアップでやってますけどね、ちゃんと抑えてるつもりなんだけどなんかポコポコしちゃうとかね、音が詰まった感じになってこうキラッとした音が出ないとかね、まあいろいろ悩まれてると思うんですけど、まあもちろんねその腕の力も多少はいりますよ。だけどある程度弾きやすいギターをね使うと、ブログにも書いてあるんだけどね、そんなに力入れなくてもね、まあまあの音は出るんですよね。最近のギター結構作りがいいですからね。特にね、僕はいつもヤマハさんのギターを勧めてるんだけど、ヤマハさんのね、ギターはある程度のクラスっていうか、まあ安いやつでもなんだけど、結構キラッとした音が出るからね、初心者さんもこう練習しててね、なんていうかな、やっぱこう、楽しいっていうか気持ちがいいっていうかね、ギターってやっぱりね、毎日こう練習しててね、楽しくないとね、だんだんね触らなくなっちゃうんだよね。その上達の前にね、弾きにくい、押さえにくいっていうのはすごい重要でね。だからね、今悩んでるね、最近始めたよっていう人でね、まあなかなか上達しない、なんか指が痛い、あと押さえてるつもりなんだけどなんかちゃんとした音が出ないって感じてる人ね、一回ね、ギターやってる友達とかね、知り合いの人にね、ちょっとこのギターってどうなのってね一回聞いた方がいいかもしんない。弾いてて気持ちよくない場合はね、なんか楽しくないなとかね、まず疑う。自分のギターはね、自分が、初心者さんのうちはね、自分が悪いんだ、自分のテクニックが悪いんだ、練習方法が悪いんだってね思ってると思うんだけど、結構あるんですよ、ギターが悪いっていうのはね。で、新品で買った、で新品で買っても、ショップで買ったとかね、実際の実店舗で買ったとかネットで買ったとかね、あと中古ね、オークションで買ったとか、で誰から買ったとかね、ある程度ギターに詳しい人から買ったのか、ずっと使ってなかった押し入れから出てきたやつがオークションに
出ててね、安かったから買っちゃったとか、まあいろんなパターンがあると思うんだけど、ショップさんでね、店員さんにいろいろお話ししてね、買う場合はね、よっぽど大丈夫だと思うんだけど、最近はね、まあお店に行かずにネットで買われる方がね、ほとんどだと思うんですよ、ギターは。安いからね。でもね、ちゃんとしたお店の場合はね、ちゃんと原稿の調整からね、全部いろんなことをやってね、出荷、全部チェックしてから出荷しますよっていうお店と、単純にメーカーから送られてきたね、倉庫に在庫してあるやつをそのまま送るっていうお店とね、まあいろんなパターンがね、あるんですけどね。うん、でも、ネットでね、僕たちもネットでよくギターは買うんだけど、やっぱ長年ギターやってると、送られてきた時にね、ほとんど信用しないんですよ、ギター。ね、新品でも、中古でも。うん。家に届いた時点で、自分で調整するもんだっていう、ね、ギターは。そういうもんだっていうふうに思ってるからね。全然いいんだけど、初心者さんはそうはいかないからね。うん、だからしっかりしたお店でちゃんと調整したやつをね、本当は買ってほしいんだけどね、早く上手くなりたいんだったら、うん、やっぱりね、ちゃんと調整されたね、原稿とかこうブリッジとかね、こういうサドルとかナットのとかね、高さとか、あと弦ね、そういうのちゃんと調整されてるギターは、そのいつも言ってる F コードね、F コードってね、そんな力入れなくてもね、絶対弾けるはずなんですよ。うん。だからね、僕は F で、挫折しましたとかね、よく言うでしょ。うん。そんな絶対ないからね。うん。力入れなくたってなるもん。まあ、これ今エレキだ。うん。だからね、今悩んでる人はね、その一回友達にね、ギター詳しい友達にね、一回見てもらって、うん。大体ね、どっかおかしいと思うよ。ネックね、反ってるとかね、フレットの、こう、なんていうかな、新品なんだけど、ちょっと、こんなんなってるとかね、値段が安いやつで。一回ね、見てもらってください。うん。もし F で F ね、F とかこう G はまあこうやって弾くと思うんだけど、前も言ったみたいにね、この F の基本、こういう形ね、これずらしていけば、F だ、G だ、A だ、B だね、C。全部これでできるからね。うん。で、この A だったらこの3つでしょ、こう。ね。A でしょ。で、B。ね。で、C。ね。で、こういうパターン、こういうパターンで進んでいくのと、こう、このね、A で進んでいくパターンってあるでしょ。で、このね、A で進んでいくパターンはね、まあ、こうやって、B の場合だとこうやってやるけど、まあ、慣れてくると、こう、指一本でね、こうやってやっていくと思うんですよ。ね、C も。これでね、指一本でやる場合は、弦高が高いギターとか、ちゃんと調整されてないギターだと、やっぱしっかりね、まあ、指の力がね、ある程度慣れてきて、こう、押さえる力が、こうね、できると、まあ、よっぽど、めちゃくちゃひどくないギターじゃなかったらね、ある程度大丈夫なんだけど、初心者さんはやっぱり、こう、指一本でね、バレエをやって、制覇をやって、指一本で押さえるっていうのは大変だと思うんですよ。ね。これでちゃんと調整されてないギターだと、こういうコードで進んでいく場合はね、辛いと思うんですよ。ただ F はね、力結構入りやすいんですよ。だから、まあ、めちゃくちゃひどいギターじゃない限りはね、うん、ずっとこの形で、ね、進んでいけると思うんですよ。ね。で、だいぶ前にも言ったんだけど、F よりこっちのね、根元に来た方が弦は押さえやすいからね。まあ、この辺来ると別だけど、F よりこの A のハイコードね、A はこうでしょ。で、ハイコードで押さえるとこうでしょ。ね。
F で練習して音が出ない人は A で練習しましょうと、 A とか B でね。で弾けれるようになったらだんだんこっちね、このナットのすぐねこの隣はね押さえにくいんだよね。特に調整してないギターはね押さえにくいんですよ。で昔はねあの F でコードを挫折ね、抑えれないから挫折しましたっていうのね、昔からこうあるんだけど、あれなんでかっていうとね、当時のね、あの、まあ70年代、まあ僕が中学生ぐらいの時、フォークが流行っててね、その時、70年代の時に売ってたギターね、まあ中学生とかね、高校生当時の、買えるギターなんて高いやつ買えないわけですよ。1万円とか2万円ぐらいのやつでしょ。当時のやつはね、もう高かったんですよ、弦高がめちゃくちゃ。だからね、この F のコードってめちゃくちゃね、ものすごい、こう、壁だったんですよね、ギター始めた時に。僕もね、最初に使ったギターはね、まあ、兄貴がね、親戚から買ったやつをね、ただ置いててね、部屋に。うん、弾かないから、で僕がそれを、使ってたんだけどね、それで練習したんだけど、ひどいギターだったよ。ネックも反ってるしね。で、もっと幅のあるやつでね。だから F はね、すごい大変だったんですよ。ものすごく大変だった、押さえるのにね。で、楽器屋さんにね、当時もよく遊びに行ってたんだけど、でまあ、思想っていうかね、おちゃらけで触らせてもらってたんだけど、で、その家で一生懸命練習するんだけど、なかなかできないわけですよ。で楽器屋さんに行ってね、当時もやっぱヤマハのギターが欲しくてね、でアコギね、当時はアコギってアコースティックって言ってなかったね、当時はね。フォークギター、小さいこういう小さいやつをフォークギターね、で大きいやつをウエスタンって言ってたんだけどね、こうドレッドノートのやつね、ああいうのをウエスタンギターって言ってたんだけど、で僕も体がね、そんな大きくないからね、身長も163しかないから、やっぱりこう小ぶりなフォークタイプが欲しかったわけですよ。でお店のね店員さんにちょっと弾かさせてくださいって言ってね、こう弾いたらねめちゃくちゃ抑えやすかったんですよ。まあそれはちゃんと調整され、当時でもちゃんと調整されてね、お店に並んでたギターだったから、家では全然音が出ないぐらいの F だったんだけど、お店のアコギを弾いたらね、綺麗に僕の力でもね綺麗な音が出たんですよ。うん、その時に思ったんですよ。あ、やっぱりそのちゃんと練習してて弾けないのはギターのその本体そのものにもやっぱ原因があるんだなと。うん、だからちゃんとしたギターがやっぱり欲しいなってことでね。で、まあ買ったわけなんだけどね。うん、やっぱり新品のギターとかちゃんと調整されたギターを買って弾くとね、弾けれるんですよ。それからですね、上達が結構早かったのはね、ボロのね、ギター、よく古いギターね、ネックが反ってるギターで練習すると、手に握力がついて、後々絶対いいっていう人もいるよ。それは物の考え方いろいろあると思うんだけど、僕はどうかなって思うね。弾きやすいギターを最初から使った方が上達は絶対早いと思います。第一ね、ネックがめちゃくちゃ反ってるようなね、押さえるのに、コードを押さえるのに力がいるようなギターは、グッと押さえ、ね、ちゃんと音がポコポコしずに響くように鳴らすためにはグッと押さえるわけですよ。その時点でチューニングがめちゃくちゃになっちゃうからね、グッと押さえるからこう、シャープするわけだからね、音が。だからまともな音は出ないわけですよ。こう、ネックが反ってるギターっていうのはね。押さえにくいわ、チューニングは、開放弦でチューニングした時は合ってんだけど、コードを押さえた時にこう一弦一弦がね音がばらけちゃうから、ちゃんとした響きの音のコードなんか出ないからね。うん、だからまずギターをね疑ってみると、うん、まあ普通はね、自分が悪い、まず最初に自分が悪いんじゃないかって、人を疑っちゃいかんよって、そうやって教えられたでしょ。もちろんそうだよ、そうなんだけど、ギターの場合はね、まずいや自分は正しい、うん、こいつギター悪いかもしんないな、こいつのせいかもしんないなってね、疑った方がいい絶対で。ね、僕もいろんな人のね、初心者さんのギターね、これからギターやろうと思うんだけど、ちょっと親戚にもらったとか、お父さんが使ってたギターなんだけど、
押し入れにあったやつ出してきたんだけど、ちょっと調整してくださいとかいうギターをね、今までいろいろ触ってきたんだけど、大体、原稿ね、昔のギターは高い。うん、で、まあ、調整してね、弾きやすいように、全部ね、ピッチも全部いろいろ合わせてね、弾けれるようにしてあげるんだけど、うん、古いギターね、だからそのオークションで買ったやつとかね、うん、ああいうのはね、やっぱり、もし買っちゃった場合はね、ギター、詳しい知り合いにね、一回調整してもらう。まあ、本当は楽器屋さんに持っててね、やるのがいいんだけど、やっぱりどうしてもね、リペアと一緒で、料金かかるからね、これは仕方がない。うん。だから、もしオークションで5000円で買っても、まあ普通、楽器屋さんにね、アコギ中古で買ったんだけど、調整してくださいって持ってくと、まあ最低でも5000円はかかる。5000円から1万円はどうしてもかかる。これは僕は素人でやってても、そう、わかるんだけど、面倒だよ。うん、やっぱりね、状態が悪いギターをちゃんとなるようにね、調整するっていうのは時間も、手間もかかるからね。それは5000円、1万円はね、いただかないとね、ご商売やってる方はね、できないですからね。それは仕方がないですよ。うん、だから、もし数千円で買ってもね、トータルではある程度の金額になっちゃうよっていうことなんですけどね。で、ヤマハのギターだったら、まあ4万円前後ぐらいでも弾きやすいギターいっぱいあるからね。で、ブログにも書いたんだけど、本当はちょっと奮発してね、ヤマハだったら FS の3っていうのがあるんだけど、まあ70年代のヴィンテージギターみたいな雰囲気のね、当時のアカラベルみたいな感じのね、小ぶりなギターがあるんだけど、僕はね、初心者さんにはね、絶対いいと思いますよ、あのギターね。FS の5になるとちょっとね、高くなっちゃうんだけどね、国内で作ってんだけど、FS3 は海外で作ってんだけどね、まあ国内に入ってきてから多分調整とかはすると思うんだけど、まあ、部分部分でね、多少そのコストをね、ダウンを測ることがいろいろやってあるんだけどね。FS5 の方はやっぱり10万以上だからね。やっぱ何がし、ちょっと贅沢仕様になってんだけど。見た目は変わんないよ。変わんないんだけど、やっぱり作りは FS5 はね、ちょっと手抜いてないから。まあもちろん FS3 も全然手抜いてないしね。ただそのコストダウンはいろんなところで。やってあるよっていうこと。で、トップのね、この表の板に関しては、ヤマハでいう ARE ってやつね。まあ、加熱処理っていうのかな。まあ、余分な水分とか、油分とかああいうのを飛ばしてね。まあ、最近、ローステッドネックってやつあるでしょ。あれと同じで、まあ、経年かけてね、木が育って、ね、いろいろ、乾燥してね、いい感じになるように、音がね、うん、そういう処理を新品のうちからしてあるっていう処理をね、トップにしてあるのがヤマハの ARE ってやつ。で、メーカーさんによっては呼び方はいろいろあるんだけど、最近のギターはね、本当に5万円以上のギターだと結構そういうね、いろいろ新品のうちから処理してあるギターがあるから、コードだけしっかり押さえればね、いい音で鳴るギターがね、いっぱいありますからね。だから中途半端に、5000円、1万円で安く買えるからってことで、あんまり中古にね、初心者さんはね、手出さない方がね、いいんじゃないかな。その方がね、早道、うん、新品買って、弾きやすいギターね、を手に入れた方が絶対、うん、絶対その方がね、いいと思います。うん、それと、もう一つね、今度は、まあ、初心者さんというか、ある程度ギター慣れてる方ね、アコギのピックアップっていろいろあるんですけど、まあ、ご質問いただいた方はね、ピエゾピックアップもマグネットも両方使っとられるみたいで、マグネットピックアップっていうのは、どこがいいんですかっていうことなんですけどね、これはね、好みですからね。で、僕が今つけてるやつね、これ。これもう大改造ね、前からやってる、話してる、スタッフォードのね、SLG の360っていうギターで、もう20年以上使ってんだけど、で、改造してからもう20年なんだけどね、うん。もう、塗装もこれリフィニッシュしたってね、ラッカーに塗り替えてありますからね、これね。
一回全部吐かしてね、これ前にもねいろいろあのご説明したからねご存知だとは思いますけど、で、マグネットピックアップもね今まで何個か変えました。で、もともとついてたピエゾは取っちゃってあるからね、これで、マグネットピックアップね、これサンライズのしてた時もあるし、サンライズってあの5、6万する高いやつね、あれのしてたこともあるし、本当に5、6千の安いやつとかね、いろいろ載せましたけどね。で、これ今載ってるのね、これもね、ベルキャットかなんかだったかな。これ1200円ですよ、これピックアップ。1200円。マグネットピックアップだからね、アコギでもエレキみたいな音ですよ。ピエゾの音がねあんまり好きじゃないんですよ、うん、だからまあこれはねマグネットだからね、さっき言ったみたいにエレキ寄りの音なんだけど、まあ自分がね普段使う、まあその宴会ギターでやるときとかね、自分が欲しい音がねこの音だからねマグネットにしたんだけどね、かなりね弦高は低く調整してあるんだけど、でやっぱりねアコギはね日に日に状態変わりますからね、特にこれからね梅雨時期になるとねやっぱり木も状態がちょっと悪くなるかね、機嫌悪くなるんですよ。だからネックもねやっぱりこう動きますからね、でその今日の機嫌はどうかなっていうのを見るためにね、こんな感じで僕はマグネットピックアップが好きです。で、あのね、これはねちょっと改造してねこういう配線やってあるからね、まあ、ちょっと面倒なんだけど、であとこうノイズねこう分かると思うんだけど、ね、マグネットなんだけどノイズ出ないでしょほとんど。これはね、ちゃんとシールドね、ブリッジのところに落としてありますからね、で、ハムキャンセルね、ハム対策してありますからね。で、このブリッジの方にね、下の裏にね、アルミのアースプレートを入れてね、やってありますから、こう弦さえ触ればね、多少のシングルのノイズはね、消えるようになってますから。で、まあ手離しても、ノイズはね、極力を抑えるように作ってありますからね、問題ないんだけど、よくね、この、こう簡易的につけるやつあるでしょ。まあ、フィッシュマンのネオ D とかね、あれまあシングルとかハムとか2種類あるんだけど、でノイズ気になる人はね、ハムバッキングタイプを買った方がいいと思う。でちょっと広域のキラキラ感が欲しい人は、シングルの方がねいいと思います。あ、両方とも音いいけどね、でシングルでもそんなにノイズあれ出ないからね、あれはもちろんこのアース取ったりとかできないんだけど、まあ改造すればできるけどね、うん、あれね、どっち買ってもね、いいと思いますよ。で、
僕はねこれエレキのアンプにつないでますからね、アコギの、専用のねアンプにつなぐとまたニュアンスはちょっと違うと思うんだけど、まあ個人的には安くてね、お手頃価格で、初心者さんでも使いやすいのはフィッシュマンのね、ネオ D のシングルとアムね、の方が、ね、いいと思います。高いやついっぱいあるけどね、で、もし中間にねアコギ用のプリアンプつなぐとまた変わってくるからね、ネオ D ね、フィッシュマンのネオ D だとエレキのアンプにつないでもそこそこね音作れますからね、だからねマグネットピックアップの場合ねそんなにお金かけなくてもねいいと思いますよ。はい、そういうことでね、今回はねちょっとアコギのお話でしたけど、もしね、ギターの上達がねちょっと時間かかってるよと弾きにくいよ、毎日練習してても楽しくないよって人はねちょっとギターね今使ってるギターをねちょっと疑って、見てもいいんじゃないかな、ね、絶対ね調整されてるギターはね弾いてて楽しいですよ。ちょっと毎日の練習が苦痛だって思ってる人はね一回疑ってみてください自分のギターをね。はい、そういうことでアコースティックギターね、初心者さん頑張って練習してくださいね。はい、アコギのお話でした。